中華料理食べるみたいになってるけど違う。タン、タンタンタン。乾杯。おはようございます。うん。こちらのタン、なんと。ミシュランを取ったお店がプロデュースした昆布締めの牛タンということで結構いい値段すんだよ。でもね、絶対にうまい。フライパン加熱を始めます。はい、お願いします。昆布の香りぶわーだね。これてかでかない、でかー、焼いちゃいまーす。あーうまそう。ふんつり返ってきて、うわー絶対うまいよ。うわあ。揚げまーす。ドゥルンドゥルン。きゅー。かよから食べちゃうよ。あ。うん。ずーっと口の中になってほしい。ちょっと待って。うまっ。初めて食べるタイプの牛タン。品がある。ステーキ。もう主役。うまっ。やっぱこの昆布が効いてんのかな。でもさ、ビーフジャーキー食べてるぐらいずーっと味がうまいのよ。消えない、口の中に美味しさが消えない。焼肉屋さん行かなくていいよ、家でいい。てか家にいたい。じゃんじゃんじゃん。じゃんたん。これを使うってばよ。みたい。これとこれ。うっしぇー。これとこれ。うっしぇー。うっしぇー。いや、全部ズッキーニやって。うわー。今日はね、これを飲もうと思ったね。久々。ランブルスコロッソー。赤ワインベースのスパークリングだから、ほぼ、ウェルチ。これ、安いやつ。1000円もしません。待って、じゃあさよー。なみなみ乾杯。あー、どう
なんていい光景。いただき。うまっ。塩コショウいらないよ。パンの旨味が全部入ってる感じする。うん、まっ。気持ちいい。幸せかな。炭酸だからね、これ。やっぱ出ちゃう。すいませんけども、それは本当にごめんって思ってるんだけど、出ちゃうものはさ、出ちゃうんだから。我慢するのは体に良くないと思うし、うん、乾杯。あー、すっごい。今度オリーブオイルでやってみよう。そうで、一枚一枚がでかいな。でっかい。一人で食べるにはちょっと一パックが多いぐらいかも。あー、すっごい。あー、すっごい。いい絵だね。でかっ。君たちはこの油を逃さず吸うんだよね。頑張って。イエ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 イ。ウォ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 ウ。もうジュクジュクジュンジュンジュン。ジュクジュンジュンジュクジュクジュンジュン。ジュクジュンジュンジュクジュクジュンジュン。ジュクジュンジュンジュクジュン。最高だ。まずこの光景に進むよね。もうさ、誘うのめんどくせえから、このまま飲んでもいいかな。いいよね、私独身だし、うん、一人飲みだし、うん、好きにさせて。マジで何もつける必要しない。うまい。野菜とも合うって。酔ってる顔してる。歯は赤くない。大丈夫そう、もう暑い。酔うと私代謝がいいからさ、暑くなっちゃう。大丈夫？夏ですか、こんな格好って思うでしょ。でも私マジで家で大体この服着てんねん。代謝良すぎて怖いでしょ。狂気に思っていいよ。一枚一枚のボリュームがすごい。味もね、しっかりついてるから、お米が欲しくなっちゃうから。米食べます。
テゴリーで。あら。でん。でん。こんな雑なさ、米の盛り方する女いる？よくないよね、本当に。イエーイ。さすがミシュランだね。ワインに合うし、米にも合うし。うん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 。わきわき、わきを冷やして代謝を下げる。わきわき、わきわき。忙しいな。あっち行ったりこっち行ったり、あっち行ったりこっち行ったり。幸せかよって。編集するときに、自分で編集するからさ、編集するときに悲しくなるんだよ。シラフの自分が編集してんだから今。そこでな、編集してんだろ、どうしようもない。頑張れ、早く早く編集終わらせろな。頑張ってください。ごちそうさまでした。私ね、実は焼肉苦手なんです。焼肉屋さんに行くこと全然なくて、だってもう体がついていけない。だからいつも焼肉食べに行っても、タンかキムチか野菜しか食べてなくて、それがね、家だとこんなに贅沢に、しかも好きなものだけでやっぱりお腹いっぱいになれるし、あとやっぱこのクオリティをお店で食べるってなったらもっと高いと思うのよ。やっぱりね、お取り寄せ牛タン最高だし、ちょっとね、この牛タンは初めて食べるタイプの牛タンだったので、なんかほんと価値観変わる。めっちゃ美味しかったです。ぜひ気になる方チェックしてみてね。私はもうね、酔っ払っちゃったから、ちょっとあれして寝まーす。はい、ということでバイバーイ。あ、言ったの、マジで。バイバーイ。